場インタビューはご覧のスポンサーの提供でお送りします。私は幼い頃から器械体操をやっていたので、それを生かそうと思いチアリーディング部に入学しました。みんながすごく仲良さそうで楽しそうにチアをしていたので入りたいと思いました。ポラリスは普段あんまり練習時間が他校と比べてあるわけではないんですけど、すごいみんな来た時にギュッてなれたり、あと休みお昼休みとかはもう学年ごととかチームごととかにちょっとおちゃらけてるぐらいなんかバカなこともできる楽しいチームです。ライバル高校は千葉明徳高等学校です。仲いいということもあるんですけど、接戦ということもあるので千葉明徳高等学校がライバル意識をすごく持っている高校です。私は今年でチア歴が12年目になるんですけど、やっぱり本当に小さい頃からチアリーディングをやっていて、去年の高校2年生の時にやっぱり部活動でいろんな辛いことがたくさんあって、本当にもうくじけそうで、もう本当にもうやめたいっていう気持ちが本当に強くなってしまったんですけど、そんな時に同じ学年の田上さんに絶対ここで諦めちゃダメだよ、最後まで頑張ろうと言ってくれて、そこで私は本当に目が覚めて、なんかやっぱりみんなとして最後までやりたいっていう気持ちを思い出すことができて、今はこうしてキャプテンとしてチームを引っ張っていく立場に立っているということで、本当にやっぱり仲間の存在ってとても大きいなっていうふうに感じました。普段はチームごとで大会に向けて16人で演技をしているんですけど、去年毎年年に1回文化祭で全員で普段お世話になっている先生や学校の友達や家族やたくさんの人に来校してくださった方にもお見せできる文化祭で全員で演技をする機会があって、その時になんか難易度高い技もやってて、でも全員で見せるから落とせないっていうすごいプレッシャーの中でも楽しんで、なんかポラリス全員でできる演技っていうのがすごい私的には思い出で、その全員でやった演技をノーミスでできた時の喜びや、たくさんの人が応援してくれて拍手してくれて最後笑顔で終われた時のすごい達成感とかが私にとって一番の思い出です。私は他校の合宿に行った時に、その時はすごい辛くて死にそうなほど同じスタンチあって、もう本当にやりたくないって思ったんですけど、今になってみるとその技ができるようにもなったし、自分のためにも成長できたと思うので、それが今となってはすごい楽しい思い出です。私はオフの日には少しでもチアが上手くなるためにチアの過去のビデオを見たりで、自分でどうしたらうまくできるかなどを研究しています。高校の中で一番強い美濃自由学園さんなどの演技をたくさん見たりしています。自分は表現があんまりできないので、もっと相手に伝わるようなうまい表現ができるようにしたいです。眠い時は絶対寝ることです。眠い時は本当にやっても無駄なので絶対に寝て、覚えられないこととかあっても寝る前に5分ぐらいやって枕の下に入れて、寝てる時に絶対覚えられてるっていう自信を持って起きると覚えられてます。
暗記科目は全部その今言ったことをやれば大丈夫なので、暗記科目の時にはそういう方法を使って覚えるようにしてます。愛されるチームということなので、たくさんの方々にもっと応援していただけるように、ポラリスがまずはこの学校を代表とするいい部活にできるようにこれからも頑張っていきたいと思います。私はもうすぐで引退になってしまうんですけど、やっぱり今まで後輩たちとたくさん一緒にやってきて、やっぱり辛いこともこれからもたくさんあると思うんですけど、やっぱり私たちも一緒にやってた時の経験とかをしっかりと生かして、絶対にめげないで最後まで頑張ってほしいと思います。今は特に決めてないんですけど、私はやっぱり好きなことを全力で楽しみたいと思うので、最終的には自分のやりたいことをしっかりと見つけて、それに向けて突き進んでいきたいと思います。
ーローインタビューはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。